どうもこんにちは。作業療法士の荻野です。今日は高齢者の方に向けて今よりも筋力をアップさせる運動方法というのをご紹介していきたいと思います。筋肉が弱くなってしまう原因としては筋力低下が起きることと筋肉が硬くなりすぎてうまく働かなくなる、力が発揮できなくなることが原因に挙げられます。なので今日はですね、筋力も高められて柔軟性、しなやかさも出せる筋トレストレッチという運動方法をご紹介していきたいと思います。そして今日鍛えられる場所はお尻ともも裏ですね。普段鍛えられない体の後ろ側の筋トレストレッチというのをご紹介していきたいと思いますので、もっともっと力を高めたい、筋力を高めたいという方はですね、ぜひ一緒に行ってみましょう。このチャンネルではシニアの方がいつまでも健康であり続ける運動をどんどん紹介しておりますので、ご興味ある方はチャンネル登録もどうぞよろしくお願いいたします。さあ、それではですね、この筋トレストレッチどんな方法なのか一緒にやってみましょう。では早速お尻ともも裏、ハムストリングスの筋トレストレッチご紹介していきたいと思います。まずですね、お尻の筋肉というのは重たい上半身が前に倒れないように起こす役割があります。なのでお尻の筋力が落ちてしまうと、だん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 体が前に崩れてしまったり、あとは骨盤ですね、骨盤をがっちり支えてくれる役割があるので、骨盤がぐらぐら安定感がなくなってしまいますので、お尻の筋力を高めることで骨盤もしっかりするし、上半身も起こせるようになってきます。そしてもも裏、ハムストリングスの筋肉というのは膝を曲げるような、ね、役割だったり、体が後ろに崩れないように後ろから支えてくれる役割がありますので、この筋肉が弱くなってしまうと、だんだん重たいお尻とかが後ろから支えきれなくなって、こういうふうにですね、姿勢が後方重心となって後ろに倒れやすくなってしまいますので、圧迫骨折の可能性というのが高まってしまうんですね。なので大きい怪我にもつながってしまいますので、しっかりとこのハムストリングスも一緒に鍛えていきましょう。では早速運動方法をご紹介します。まずこのように片方の足を一歩前に出して、そしてつま先を上げましょう。でこの時にですね、反対側の足はね、軽く曲がっちゃうと思うんですけど、それは OK です。そしてちょっとお尻を後ろに突き出していくと、もも裏のこの筋肉が結構突っ張ってくると思います。これでまずしっかりともも裏のストレッチをしていきます。そして先ほどお伝えしたように、お尻の筋肉というのは重たい上半身を起こす役割があるので、このポーズでぐーっと体を起こす、胸を張っていくとお尻が鍛えられてくるんですね。なので今からですね、このようにこのポーズをとって万歳をする運動をすると、お尻は鍛えられ、もも裏はストレッチされて、筋トレとストレッチが両方同時にできるので、これでしっかりと鍛えていきましょう。でもしバランスが心配な場合は、どこか捕まりながら行って、ここに片手だけでもね OK なので、しっかりと体を起こす、胸を張るっていうところを意識してやっていただきたいと思います。ではこちらですね、早速10回やってみましょう。では片方の足を一歩前に出して、そしてお尻をぐーっと突き出していきます。こっちはね、膝曲がっちゃって OK ですから。ではこのポーズで胸を張って万歳して体を起こしていきましょう。ではいきます。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10と OK。ちょっとね、お尻の上の方の筋肉が疲れてくると思います。そしてもも裏がね、突っ張って痛いと思います。ストレッチは突っ張って痛いというのはいい痛みなので、どんどん突っ張らせちゃってバッチリ。では今度は反対側ですね。はい、ではですね、片方の足を前に出して、それでぐーっとお尻を突き出して、もも裏をまず突っ張らせていきましょう。では万歳して胸張っていきますよ。せーの、1、2、3、4、5、6、つかまりながらね OK ですよ。7、8、9、10、はい OK。 このようにですね、しっかりと
筋トレをしつつストレッチもして筋肉を力強くそしてしなやかにしていきましょう。このようにですね、一つの動作でまとめてですね、筋肉を強くしなやかにすることができますので、ちょっとね、忙しくてなかなか運動ができない方とか、隙間時間にささっと運動したい方とかにおすすめになりますので、ぜひこの筋トレストレッチを行って、今よりもさらに筋力をアップさせていきましょう。はい、このようにですね、健康に役立つ運動方法、これからもどんどんご紹介していきたいと思います。僕の過去の動画にですね、他の部分の筋トレストレッチの方法とかも紹介しておりますので、もしよければですね、他の過去の動画も確認してみてください。この動画のね、最後にクリックできるようになっております。はい、それではですね、今日はこれで終わりたいと思います。それでは皆様また次回の動画でお会いしましょう。それでは皆様、お疲れ様でした。